アンラッキーモルフィスの皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年4月3日、11時49分。3月下旬ぐらいにですね、ジルさんが来ていただいたような気がします。まあ、間違いないでしょう。エコールイラーの2階あたりですね、マスクをしていて、黒い服で、まあ、ちょっとこう、笑顔で、こちらに向かって、笑顔でこう、まあ、特に動作はなかったんですけども、まあ、目線があってと。その時僕はそう思ったって言ったら、ジルさんの偽物ならば、そんなことでは引っかかない。ごめんなさいね、こんな思考回路で。その時素直にこう声かけたらよかったんですけども、ちょっと僕の方で、こう最初パッと見た時に、まあ、僕目の視力がすごい弱いんですけども、そこそこ距離がある。で、自動ドアが開くかどうかの時だったと思うんですね。で、その時にこう見た時にジルさんっぽいけどジルさんじゃないだろう。ごめんなさい、本当に来てくれたのに申し訳ないっていうところで。で、その前の日にね、僕の家の前の、あの辺りで、老人男性2人と、他のあのメンバーの人いました。できるだけ自分は見えないように、入り口のところにこうこっそり隠れていて、いろいろとこう絡まれたりすることが多いので、相手は特にこう絡んでるつもりがなかったとしても、例えば芸能人の人とかのね、まだ新米さんとかが、こう何かこうゲラゲラ笑いながらとかこうものを言ってこられたらね、僕からじゃ実際こう喧嘩売られてくるようなことを散々言われてきたっていうのは本当にあるんですよ。まあジャニーズでそれなりに名前の通ってた人間とかも含めてなんですけどね。で、まあそういうふうなこともあって、この辺のところでこう複数でね、僕の家の周りで声かけてくるっていうのはちょっと勘弁してほしいのと、あと数ヶ月前、今年じゃなくてもしかしたら去年かもしれませんけども、今年からキャリーバッグゴロゴロこう引きながら、もしかしてフッキーさん僕の家の横を通りませんでした。で、その時まあ独り言みたいな形で、まあ何か聞こえてきて、まあ何か言ってたような気もするんですけども、あとはね、例えばシヌさんとかもその会うって言ってくれたりしてるのはプロモーションビデオとかでわかるんですけども、そのメイクとその髪の毛の色、そうなってくると、いやね、基本的にね、僕髪の毛染めてる人とかを見るとちょっとこう避ける傾向があるんですね。怖い人かなと思って。で、まあメイクを落とした時の顔とかはちょっとよくわからないんで、まあアンラッキーモルフィスさんにはお会いしたいのと、まあそこから音楽業界のね、いろんな人たちにもこうパイプというような形でまあつないでいただいて、合わせていただいたりしたら嬉しいなとは思ってます。まあ特にグレイの皆さんとか、まあ、ビーズの皆さんとか、ラルクアンシエルの皆さんもそうなんですけども、そのラルクアンシエルのね、ドラムのその幸宏っていうものなんですけども、本当は僕と同い年で神戸市兵庫区東山町の東山小学校、現在名称夢の小学校の、同級生だったものの初なんですね。年齢が55歳とかで表記されていて、これでハイドさんを分からせるとか
もう僕もね、その時その時で、誰かに絡まれてる絡まれてないとかで、その心境がね、こういうふうに穏やかな状態じゃない時っていうのはまあそこそこあって、こう心境は穏やかじゃなかったとしても、こう誰かとこう接するのは基本的にこうその辺の人間が来てるみたいなイメージがあるから、例えばスポーツの勝ち負けとかもかなりの部分で僕は担当者に今までしてきましたけどもまあそこで、まあどれぐらいのほどのものが、まあどういうふうな感情で、まあ僕のことを、まあ、どう思ってるかとかは分からないですから、やっぱり敬語なしで話をしてくる人間とかに関しては正直こう、まあちょっと腹立ったりとかですね、まあそういうふうな部分がありますので、そのいやジルさんのことはすごく好感を持って、見てるんですけど、その僕の方だけどジルさんの偽物が現れたかと、まあそういうような認識になってしまって大変申し訳ないんですけども、まあまたまあ同じように来ていただけるんであれば、まあ会って話したいなとは思っています。もちろんそういう方たちは芸能人、スポーツ選手も含めてものすごくいらっしゃいます。まあスポーツ選手なんか特に、まあワールドベースボールクラシックとかね、その世界一目指して本当に本気で、試合を取り組んできた人たちに関しては、まあ、積もる話とかもありますし、まあ他にも、まあそれはサッカー選手とかの人とかでも同じなんですけども、まあエネルギーの残存量問題とかで、ね、結構厳しいことは、いろいろと申し上げてまして、まあ2リーグ12球団制とかにしてもらって、まあ各業界、まあ競馬界もこの間、ドバイの方で、まあアラブ諸国連邦なんですけども、そちらの方で、まあ大きなレース、グレード1という G1 のレースが、まあ、4つほどあって、まあ、そこで日本馬とかも出てるんですけども、複数出してるから2着止まりなんですよっていうことを競馬界の人たちに言っていて、これはエネルギーの残存量問題で、まあ1着になってる馬とかは他国からの馬なんですけども、例えばアメリカの馬とかでね、1頭出しなんですよ。それはそのたくさん馬を運ぶっていうことは、それだけエネルギーを消費しますから、ガソリンとかを、そういう部分を含めて節約の部分を大きく動かなかったら、スポーツ業界と建築業界と自動車の生産業ですね、そういったところがしっかりと、動かなかったら、その消費っていうものはなかなか、抑え込むことができないっていうことになっていますから、まあただそれをした時に世の中の経済っていうものはだいぶ厳しいものにはなります。その時に、音楽業界の方たちにもその余波っていうものはかなりきます。これもまず間違いありません。で、全人類の方向としてもうその方向に動くしかないんですね。100年後の人たちのことを考えたら、どころかもう僕は老人になった時に日本という国は危ないですから、エネルギーの輸入、石油とかガスに関して、まあちょっともうちょっと話、楽しい話とか、まあ、したいんですけども、例えば、まあいろいろこう動画を上げていただいて、今まで受け答えを、まあプロモーションビデオの中でも会うとか、来たとかこう言ってくれたりしてる、まあ、男性陣だとか、まあ、昔その恋愛相談をね、まあジルさんクッキーさんを含めて、していたことはあったと思うんですけども、その動画がちょっと見当たらなくて、もう自分でもどんなことを話したのかもう覚えてなくて、で、あって、まあいろいろ話したいですね。まあそれは他にも、まあそこからグレイの皆さんとか、まあビーズの皆さんとかともお会いしたいですし、まあやっぱりその辺のところと、アラキー・モルフェスさんもそのパイプができた時に、例えばコラボで、その3組と、
あと他にもラルク・アンシェルだとか、まあ大御所と呼ばれるようなバンドの人たちとこう何かフェスなどを行って、そこで M レボリューションだとかアマリウスを演奏していただいたら、やっぱりお客様、まあ顧客、まあ知名度、そういったところはまああのだいぶ変わってくるんじゃないかなとは思います。うん、まあ先ほどジュンさんの声、結婚っていう声が聞こえてきたんですけども、まああのまあまあ心の声なのか電波なのかそれはちょっとよくわからないんですけども、まああのうん、まあ皆さんがどういうふうな生活をされていてっていうところもいろいろ聞きたいですし、そのうんまあ淡いケースけど、その結婚話をしてきた人たちっていうのはものすごい数の人たちがいて、でその特に実際会って話をしたっていう、僕は二十歳前後の頃で、そういった人たちの中でまああの特にアナウンサー関係の人たちは、まあ、偽装結婚をしていたのか何なのか、ちょっとよくわからないんですけども、そういうややこしい状況が芸能界にはあると。まあ、あの、そういったところも本当は全て含めてテレビで、まあ、ドラマ化したりだとか、アニメ化したりとかで、映画化したりとかで、まあ、全て、まあ、僕軸で、僕視線からね、放送して、まあこういうふうなことをすると本当に結婚しにくくなるから、それはやめといた方がいいですよとか、まあそういうふうなことはしてみたいんですけど、まあどこかで誰かと関わり合いを持たなければっていうところもありますね。だからまあこの間ジルさんが来てくれた時にこう反応できなかったのは、まあ非常に残念、まあこれは他者の方も含めてなんですけども、あのね、まあ少し前に岡場駅の、バス停のところの前で元アナウンサーのね、いや現在もアナウンサーなんですけど、元報道ステーションのアナウンサーの竹内恵美さんっていう人がね、座って、まあ僕が声をかけるのを待ってる状態だったとは思うんですけども、まあ、髪の毛の色がね、その金髪と銀髪の間みたいな、すごい髪の毛の色していてなんか声かけづらいんですよね、怖くて。どちらかというと、いや、あのヤンキーっぽく見えるんですよ。でその外からこういろいろこう声をこう慣れ慣れしくかけてくるぐらいでもね、結構僕頭の中でこうカチンときていたりだとか腹立ったりとかしてイラついてたりはするんですよね。例えば昨日だったら、報道を見る前にテレビをつけた時にバラエティ番組とか一瞬映ったりするじゃないですか。それに多分反応して出てくるやつらとかはね、なんかこうその前にその者たちが以前話した内容とかを電波で聞かされて、まあさらにこう怒りっぽくされるような状況を作られるんですよね。でそれで、お疲れとかいうようなことをね、もっと慣れ慣れしいような言い方でね、言ってこられたりした。まあそれでそいつを即座に録画したろうと思ったんですけども、その時ちょうどその三井住友銀行のね、オリーブっていうその口座の開設をこうしていた時で、途中だから動画の撮影ができないで、もうそういうふうにあの、まあジロさんなんかそのこう笑顔で、僕の方を見て、ニコッとこうしてくれたので、まあその別にイライラ感とかはないんですよ。で、まあむしろ、嬉しいだとか、まあとにもかくにもその、26歳ぐらいの頃から同性の友達を含めてね、電話で受け答えとかも一切ないんですよ、付き合いが。で、ここ数年前から、まあ、
地元の神戸市兵庫区の、まあ、港川中学校の近くにタコハチっていう定食屋さんがあるんですけども、まあ、幼稚園も同じだったのかな。それと、まあ、小学生中学生の同級生だった、まあ、小森っていう男が、行っているその定食屋さん、まあ、親から受け継いだ、まあ、阪神・淡路大震災があって一回建て直してるんですが、小さいあの、まあ、見た目は、まあ、バラック小屋みたいに近いような作り方ですよ、まあ、できるだけ経費かけないように、まあ、あのまあ、そういうところにごくたまに食べに行ったりとかして、まあ、会話するぐらいで、あとはね、もう男性含めてその会話らしい会話実はあってね、それがないんですよ。ない、あの非常に僕としてはあの、まあ、日々寂しいっていう部分があって、で、まあ、あの、うん、まあ、今まで結婚話をしてきて、ちゃんとそういうことを考えてくれてる人だなっていう人とかで、とかでも結局僕の横を通り過ぎたりだとか、まあ、例えば宇賀なつみとかだったらね、あのドア開けた瞬間家の前にいたりとかしたんですけど、そのままなんかこうくるっと前に右してすぐにこう逃げていくように去っていったりとか、あのどういうふうな心境なのかがもう全く不明で、何があるのか、まあ、その時はね結婚していたことにウィキペディアではなってたんですけども、その、うん、電波によるものなのか神がかり的な力によるものなのか、その2つによるものなのかで、まあ、その僕も人生ですごく参ってるんですよ。その結婚話云々とかでも全然物事がその進んでなくて、で、うん、まあ自然再生可能エネルギーの河川水門開式ダム発電に関しても全く物事が進んでなくて、まあその辺とかでもいろいろこう、うん、まあ悩んでいて、まあその辺のところは、まあ僕より年下であるアンラッキーモルフェスさんの人生の、まあ、大きく変わってくる問題であって、それがね、できなかったら、あと節約の部分とか含めて、そういうことをしっかりとできなかったら、うん、まあ、我々が生きてる間に、その、エネルギー関係の輸入が止まったりしたときにね、スーパーマーケットで食料が並ばなくなって、で、まあ、多くの日本人の人がお亡くなりになると、まあ、こういうふうなことになってしまいますんで、まあ、ちょっと暗い話題になってしまいますけども、まあ、この間ジルさんが来てくれたのは後から来てくれたんだっていうことで、まあしまったっていうのが最初で、まあその後、うん、まあものすごく残念な気持ちにはなりましたね。だからまあここ最近上げてる動画で、例えばグレイの皆さんとか、まあ、ビーズの皆さんとか、例えばビーズの皆さんも去年の NHK の、 あのニュース落ちないんでね、まあ、ちょっと取り上げてもらってる、場面があって、その会うっていうことをしっかりと言ってくれてるんですよ、稲葉さんが。だけどもいつ来てるのかもわからないですし、まあ、ビーズの皆さんもグレイの皆さんとか、まあ、他の僕と年齢が近いところでやっぱり活躍された方たちって、僕と一緒に働きに来て働いたりだとか、神戸市立ホテルフルーツラーパークとか、あとは親族の者がその2002年サンパレス六甲で一緒に働いたりだとか、そういうことがあるんですよね。もしかしたらそのジローさんももっと若い頃に一回こう僕と話したことありませんか。その勤務先とかの可能性ももちろんありますけども、そのどこかあの岡場駅の近く の、 そのエコールリラとか、ああいうふうなところで、まあ、ちょっと僕と話したこととかってありますかね。たまにね、昨日例えば朝歩いた時に、まあ、岡場駅の階段を上がって、まあ、エコールリラに向かっていくところのあの歩道橋みたいなところで、まあ、マスクつけた
若い女性1名とマスクをつけてない女性が1人いて、まあ芸能界の人かなと思って、一回、まあ、その時一瞬だけね、普段は全く思わないんですけども、声かけてみようかなとは思ったんですけども、まあ、結局まあいいやと思って、まあ、あの通り過ぎるみたいな形で、うん、あとは少し前に、まあ、冬場なんですけども TBS の番組で布袋さん、その元ボーイの布袋さんがあのしっかりと会うっていうことを言ってくれていて、その買い物が終わった後、その岡場駅の前のあの歩道橋みたいなところを、階段の降りていく、まあ帰りですから、まあ降りていく、そのちょっと手前のところでね、布袋さんらしき人、まあスーツを着ていて、まあ横を通り過ぎるんですけども、その時別に、まあうん、まあちょっと僕は左手の方を見ていて、気がつかなかった、一瞬だけコンマ何秒かぐらいで、なんかさっき誰か通り過ぎたなっていうのがあって、後からその顔とかを思い出そうとした時に、身長的にもまあ布袋さんはちょっと背高いですから、あ、今の布袋さんだったんじゃないかと。布袋さんってフルネームでトレアスって言うんですよ。まあ阪神タイガースが優勝した年うんぬんとか、まあ昔からその、うん、音楽番組とかでも僕からの頭の中で考えてる内容とか心の声とか、もしくは勤務先でまあ何か音楽業界のことをあれこれ言った時に、まああのいろいろとこう、うん、まあ協力してくれたりだとか、まあそういうふうなことがあったんじゃないかなと思います。まあ一昔で言うと、例えば相川七瀬さんへの楽曲提供で、まあ布袋さんが作ってくれたりだとか、まああの昔のバンドの人たちって、その歌詞がね、そのちょっとエロ側寄りみたいなこう歌詞があるじゃないですか。そういうのはもう僕は一切そういう歌詞抜きで、まあ楽曲を作っていただきたいで、もちろんその方向で多分作った方が良い曲と良い歌詞が多分作れると思うんですね。それはまあM レボリューションだとか、アマリリスだと思うんですね。まあ、アマリリスの方はもう僕の方で、花言葉の意味を調べて、まあ、ああいうふうに記載しています。まあ、花関係の言葉、ところとか、まあ、言葉の意味、題名のところの言葉の意味とか、一応、うん、意味、いろいろと記載してる人は記載してますね。まあそのライブの予定とかもあるでしょうから、そうなかなかこの辺には来れないっていうところがあるのかもしれませんけども、まあまた来ていただけることを楽しみにしています。まあ服装とかも多分、まあ僕は普段は黒い服着るのはやめてほしいっていうことは言ってるんですけども、多分黒い服着てる方が会いやすいんじゃないですかね。遭遇しやすいっていう意味で。まあ僕もそうなんですけども、ある一定のパターンでハマってるなっていう部分があって、まあその辺で遭遇する人間とかも同じパターンになってたりするんですよ。その辺のところがまあ神がかり的な力とかが影響してそうなってるんだと思うんですけども、まあスポーツの勝ち負けもそうですし、今日はもう日本全国的に雨だということで、もちろんドーム球場とかの試合はあるんでしょうけども、まあ今日いろいろ、まあ音楽関係のものを見たりだとか、まあ今日も朝さっき、うん、アンラッキーモルフェスさんの曲をいろいろ聴いたりだとか、いろいろ動画、まあ昔こう受け答えしてくれてたような動画ないかなと思って、検索ワードがもうわかんなくなっちゃってるんで、ちょっとその辺のところとかあったらいいなとか思ってるんですけども、うん、まあ見つけることができずで、あとはまあ曲聴いたりだとか、まあそういうところですね。
だからまあ、またチルさん来ていただけたらありがたいなと思います。それとあと、そのアンラキーモルフェさんの部分ね、なんかその辺、夜の12時ぐらいにいませんでした、23時ぐらい。で、そのなんか階段降りていった老人男性と、そこに小太りの老人男性がいて、その者たちがまあ、あれこれ言ってると。で、その横に隠れるようにして、ここに、2階の廊下に柱があるから見えんように、見えないようにして、こう隠れていて、その次の日に、ジルさんが現れたような気がするんですよ。だからそれはやめてほしいです。本当に僕の家の周り、本当に。本当はいろいろ裁判をしなきゃならない状況なので、その精神病院の件、とかも含めて、そのハレム整骨院の件も含めてなんですけどね。まあ曲に関しては、まあ M レボリューションとかアマリリスのようなああいうような曲を作っていただけるといいなと思いますね。あまりその、すごくこう。ヘビメタ寄りになったとしても、その、あんまりそちらの方に寄りすぎるのも僕はどうかなとは思いますね。今までの曲を聴いた中で。まあもちろんその中で、バイオリンの音とかで、綺麗な音色を入れることによってバランスを保てて、まあ、一般人の方とかにも、まあ、聴いていただきやすいような曲には作れてるのは、まあ、そこそこ作ってあると。まあ、あとは所属事務所とかもちょっと僕あんまりよく分かってないんで、まあ、その辺のところとかもまた見ておきますね。Apex さんですかね、所属されてるところは。まあ、あと動画いろいろ探してみます。まあ、ジルさんに向けてですけども、この間来ていただいてありがとうございました。これね、僕が先に動画での印象があったのが、進撃の巨人とかをこう演奏したりしてる時の動画と、まあ、鬼滅の刃もそうだと思うんですけども、メイク云々なのか、その顔がちょっと変わってる方でそう見えてるのか、まあそっちの方のイメージがあって偽物かなと思ったんですよ。まあ、もともとジルさんちゃんと目元、可愛らしい目元してるんだなと、その、まあ、顔の調子はいい時悪い時ってあると思うんですけども、まあまあ、もともとはそうだなというところをちょっと僕の頭の中でもインプットしておかなければまあならないなと。まあそういう部分ですね。以上です。皆さんチャンネル登録、着信通知の設定、まあ、身の回りの方に僕の動画とかホームページ、広めていただけたらなと思います。説明欄のところにホームページは池江助劇にアクセスできるようなそのワードとかを、まあ、貼り付けておきます。まあよかったらその辺のところ活用していただけたらなと思います。まあスポーツの勝ち負けとかでも、でもいろいろ取り組まなきゃならないことがあって、本当にもう大変なんですよ。スポーツ業界も早くお金払ってくれって思うんですけども気がついたらね、オリンピック関係のところとかでも世界選手権とかを国際レースをたくさん開いていて、まあ金メダルとかのその重量重さなんですけども、もちろん重ければ重いほど、要するに大きければ大きいほど打った時ね、結構な金額になるんですよ。まあオリンピックの金メダルだったら、売ればまあ500万円以上にはなると思います。で、他の世界選手権とか
の金メダルとかはまあ一回り小さかったりとか、まあ、してるんですけども、まあ、1年間にその金メダルをたくさん獲得されてる人とか、例えば極端な例だと1年間で多分5つぐらい金メダル取ってる人とかいるかもしれないんですよ、日本人の方でね。で、まあ、安倍総理の時なんですけど、年収2400万円。もともと総理は4000何百万円なんですけども、まあ、もともと昔から総理は3割減の、大臣、副大臣は2割減の、政務官は1割減のだったんですけども、安倍さんは、まあ、この年でそんなにもらってたら笑われますよっていうことで、まあ、2400万円にしてくれてたみたいで、まあスポーツ選手の方にだいぶちょっとお金が流れすぎてるのとエネルギーの残存量問題があるから、まあ僕が唱えてるのはオリンピックの解体で、それによってスポーツ振興法をなくす、あとはもう商業原理の方ですね。まあ、そういったところを編成し直して、まあ、言ってはいるんですけども誰も取り組んでくれない。まあ、議員さんっていうものは票を気にする部分があるから、結局そういうふうなところで取り組めないのかなと、こうなってくると僕は裁判所で訴えて強引にその形に持っていくしかない。まあ、J リーグ、まあ、日本国内の範囲だったら12球団2リーグ制っていうのはできるかもしれませんけども、まあ日々そういうことをいろいろと、まあ、悩んでいるところで、昨日はホームページ、すごくなんか増えてるじゃないですか。それでまあちょっと欄をね、整理整頓とか、まあここ数日前からそういうことをし始めたりだとか、まあ判例六法とか広げたりしてるんですけどね、あんまり大したこと書いてないな。もうね、本当にもう。まあ、秋篠宮家佳子さまも、僕の家の横をこう通り過ぎていたりだとか、そのわけのわかんない登場の仕方とかどうやらしてたみたいで、マスクしながら、基本的にわからないからマスクまでされた。もうね、で、国会議員の人はもう誰も今来てないんですけども、もう普通に僕に電話をかけて、会ってくれたら、河川水門改式ダム発電とかもその辺のところをスッと始めれるはずなのに、まあそれを作ればね、電気の発電量はものすごいことになります。日本中の各河川に設置することによって、それによってね、ガス火力発電所とか石炭の火力発電所を止めることができる。で、石炭に関してはたくさんまだあるので、比較的原発は24時間稼働してるので、夜に電力余るんですよ。だから夜にまあ、金属溶かしたりだとか、電気で、電子コンロで。まあ、そういうふうなことを昔から行われてるんですけども、その余剰電力でね、その街灯とかつけたりとかして、例えば東京の方とかでもネオンとかをやたらとつけたがるじゃないですか、行政が。しかも そんなことしたら、ネオンを交換しなきゃならなくなるじゃないですか。だんだん使用してる経過年数で。じゃあそのネオンを作るのにエネルギーが消耗するわけじゃないですか。知ることめちゃくちゃなんですよ。原子力の元であるウラン鉱とかも、これも入手ができなくなったらもうお手上げになってくるんで、その辺のところを調整聞かせてね、本当は物事を稼働していかなければならないということなんですよ。まあちょっとあんまり難しい話になると、あれかもしれませんので。まあとにもかくにも、ジルさんが来てくれた時と、あとやっぱり笑顔でこうニコってしてくれた時がね、やっぱり、まあ嬉しいのと、あと安心感がありますね。喧嘩売りに来たやつじゃないんだと。ごめんなさいね、本当に最初、ジルさんに偽物かと思って。そんなことでは騙されへんぞと。これね、なぜそういう感覚になるかって言ったら、スポーツ業界云々とか、オリンピックもあれだけ金メダル取らせてあげたのに頭なんか貸したりとか、いろんなこといっぱいあるんですよ。
どこもお金払ってくれてないから、ワールドベースボールか、プロ野球界はさすがにそこは売り上げはあるんですよ。ちゃんとほとんどの球団は自分のところで土地代とたスタジアム代をね、実費で払って、で、それを編成していって、まあ、固定資産税だけでも、まあ、ほとんどの球場は1億円以上はかかります。東京ドームとかだったら、特に建設できたての当時なんか大体3億円ぐらいですね、固定資産税だけで。で、法人税率は、まあ、スタジアムを保有しているところは、固定資産税が1億円以上つきますから、固定資産が、ね、1億円以上の価値がありますから、法人税は 23.1% のものなんですよ。その持ってる資産の金額は小さければ法人税率って変わるんですよ。 15.何% とか。だからまあその辺のところで本当はいろんなことを総合して考えると賃貸とかの方がいいんですよ。だからすごく会社が音楽業界も売り上げをたくさん出した時にまあ、ABX さんとかもそうだと思うんですけども、建物建ててると思うんですよね、ビル。違いましたっけ？テナントですかね？賃貸ですかね？本当はね、賃貸という形で動いていただいた方がいいんじゃないかなと思います。これをなぜ述べてるかって言ったら、基本的に政府っていうものは、お金をすると円安になるだけなんですよ。まあ、地方交付税法とかいろんなルールはあるんですけども、もちろん無限にお金は供給してくれるわけじゃないですよ。倒産とかもちろん当然あります。だけども、デフォルトっていうところまで行くかって言ったら、それは本当はなかなかない。で、今は早く頑張らなきゃならないのは、河川水門外式ダム発電と蒲田発電。その両方が出来上がれば、あとはもう風力とか、いろんな、業界が動いて、日本は日本で、動いてくれてますから、最終的に1秒間の発電量が1000万キロワットあたりを目指して、まあ、風力発電を、ずっと作り続けています。設置したり。夏場と冬場が電力の、需要がたくさん必要になってくるんですけども、瞬間的なその発電量で日本全体で、まあ、沖縄から北海道まで、もちろん四国九州も含めてなんですけども1秒間の発電量が、まあ、最大でだいたい1億キロワットぐらいだと考えておいてください。だから風力だけじゃ全然足らないんですよね。で太陽光パネルだけで賄えるかっていうと違うで、今のところは原発がある程度あるからその辺のところで大量の電力は賄えています。全部合計したらまあ、5000万キロワットぐらいあるんですかね。ちょっとその辺のところはよくわかりませんけども、原発再稼働云々とかもいろいろありますし、原発ってね、大小さまざまあるんですよ。昔の原発なんか小さいものだったり、その5万キロワット級だとか、1秒間の発電量が30万キロワット級とか。で、最近のものだと、1秒間の発電量が大型の原発で1基あたりですよ。125万キロワット級とか135万キロワット級なんですよ。だからそれだけたくさんウランを消耗してるんですよ。まあ日本はウランの輸入先はカナダなんです。国土面積が広くて採掘した時にその他国へその分け与える、まあ実際はお金を出して買ってるんですけども考え方としてね、その分け与えるっていうような考え方でいいと思います。ごめんなさい、今ちょっとハエが飛んでたんで潰しました。まあエネルギーの残存量問題とかを解決しなかったらお話にならないっていう部分があって、もう今日はね、日本全国的に雨なので、もう気持ち切り替えてというか。まあ、試合中の時間帯は遊ばないようにしようとするかもしれませんけども、今日は、まあ、自由に過ごそうかなと思っています。以上です。まあ、皆さん、ごめんなさい、チャンネル登録とか着信通知とかその広がり、今のところね、チャンネル登録者数の方が500名を超えていただいて、で、動画の再生時間は今で、まあ、約1200時間ぐらいですね。
昨日で1180何時間で、ただ1年前ぐらいの頃と比べたら、うん、チャンネル登録者数も1年ぐらい前の頃って、この時期だとまだ100人いなかったんじゃないかなと思いますね。動画の再生時間も300時間もなかったと思いますね。夏場ぐらいで、夏場か夏場手前ぐらいで、夏場ぐらいかな、それぐらいで動画の再生時間が300時間かな。それは僕のホームページ YK スケルネキの一番のところから定期的に、数ヶ月に1回、チャンネル登録者数と過去365日を遡って動画の再生時間が何時間かっていうところを、まあ、公表しています。まあ、その辺のところで、うん。僕の持ってる話って言ったらものすごいものが多いですから、例えば映画君の、この間アカデミー賞を取った君はどう生きるのかっていうスタジオユブさんの作品ですけどもアニメーションは僕からの提案なんですよ。一人一人がエネルギーの残存量問題に対して節約っていうものをしなければならないのはならないのであって、それに向き合ってどう生きていくかとか、各自自分の人生とかもそうですし、だからまあそういったことを一つのワードとして、まあ内容はまだ見てないから何とも言えないんですけども、まあそういうことをお願いして、でまあアメリカの方の映画業界も、まあ昔からハリウッドに僕からの提案でいろんな映画を作ってもらってますから、まあそういった部分を含めて君はどう生きるのかっていう作品、すると新海誠監督に関しては、まあ今までの話を聞かれてるとは思うんですけども、君の名はがそうですし、天気の子もそうですし、すずめの戸締まりも僕からの提案で作ってもらってます。でこれは、まあ未来からの時間軸の声がけで能登半島の一部の人たちには、2024年の1月1日に震度6の地震が来るということをお伝えしています。被害は甚大であると。ただ範囲は狭くて、あとまあ元プロ野球選手松井秀喜さんだとか、松井秀喜さんは石川県で野球教室とかいろいろ回ってるんで、そこでいろいろ声掛けとかしていただいて、まあそういうふうな形で、まあ死者の数がまだ300人に到達してなかったと思います。まあ、行方不明者の方たちと、まあ、ご遺体とかが出てきて、まあ、最終的な数っていうものは、だいたい1年ぐらいを経過しなかったら、1年経過しても、はっきりとした最終的な数字にはたどり着かないんですが、まあ、だいたい1年経過したら、まあ、だいたいこれぐらいの数の方がお亡くなりになりましたっていうことは、まあ、発表されるんですけども、スズメだと、戸締まりは、震源地である珠洲市というところからです。で、まあ、主人公のが椅子になっていて、まあ、足が折れていたりとかは、まあ、僕は右足もともと開放骨折を若い頃にしたことがあって、バイク、まあ、オートバイに乗ってたんですけど、400cc の。まあ、そういった部分があって、うん、ああいうふうなところを描かれたりだとか、まあ、地震と向き合っていてっていうところで表現されてるんだと思います。で、その、うん、まあ、新海誠監督も取り上げてる題材がね、重要な内容が多いので、世界的に見ても。だからまあ、いろいろ悩みながら作っていただいてるんじゃないかなとは思います。だからまあ、その辺の話とかは世界的にいろいろ、まあ、政治経済の部分を含めてですけども、すべて世界中に僕の、うん、名前が公表をされたら、うん、まあ僕からのおすすめの例えばバンドとか曲とかそういった方たちも世界的に広く、まあ、伝わるでしょうし、まあその辺のところでしょうね。まあこちらにもエネルギーの節約についていろいろ考えている部分があって、うん、また皆さんにいろいろと協力を呼びかけるようなことになってくるんじゃないかなと思います。あとは、まあ、ゴジラシリーズもそうなんですけども、シン・ゴジラの頃あったじゃないですか。もう、あの作品を、まあ、庵野監督に頼んだときに、まあ、内容もある程度、言っています。どういうふうに作ってほしいかっていうところ、ストーリー。で、
そこからもうアニメとかも、作りましょうだとか、ハリウッドの方でもとかいうことは伝えていて、もうその頃からもう2020何年までゴジラのスケジュールはいっぱいであると、もうそういうような形でビッグプロジェクトとして動いてるんですね。だからまあ今回のまあ皆さんに、まあこれまだ正式に公開されてませんけども、キングコングとゴジラの二つ目の作品、まあ続編といいますか、まあありますけども、キングコングの右腕についてるのって本当はトランスフォーマーの番、先ほどの続きですけども、そう、キングコング対、ゴジラ対キングコング、まあ、キングコングの右腕についてるのはバンブルビーなんですけども、それはね、色的な表現とかでね、ちゃんとバンブルビーっていうところ、バンブルビーって何かっていうと、トランスフォーマーの、一応、まあ、ロボットとして主人公的な位置づけのロボットですね。特別、ものすごく強いようなキャラクターではないんですけども、まあ、主人公の、少年だったかな、まあ、行動を共にしてというようなところで、まあ、変形してガチャガチャガチャってなるところが、トランスフォーマーをこう想像できるかと思うんですけども、色がねちゃんとバンブルビーの色してるでしょまあね、いろいろこうコラボレーションでね、いろいろこう層を広げていくというか、まあそういうふうな、取り組みでそうなってるということです。まあこれはまあ裏情報ということで、他にもね、まあ映画とかでも、うん、まあ、いろんな関わり合いっていうものは、まあ、昔からあってまあ大体いろんなところがつながっていくんですけども、うん、だからまあ「M レボリューション」とか「アマリリス」とか、ああいうふうな曲が海外の人たちにも聴いていただけたらなと思いますね。だから動画の再生回数、うん、曲のまあ他の音楽関係の人たちの曲もそうなんですけども、例えばグレイの皆さんの、例えば、シキナっていう曲だとか、汚れなきセゾン、風に一人、聴いていただいたらわかると思うんですけども、すごく良い曲なんですよ。レベルが高くて、歌詞も良くて。だけども、動画の再生回数が、2万数千回とか3万数千回とかで、これやっぱりテレビ局として何を世間に、放送するかっていうこと、音楽業界のその番組がちょっと分かっていないなと僕は思っています。まあその辺のところで、まあ強く、働きかけようかなと、思っています。65番ぐらいにホームページ淡池ですけど、の、まあ僕からの提案で作っていただいた曲とかはまあいろいろあるんですが、うん、探せばここ近年良い曲っていうものはまあたくさんあるなと思いましたね。以上です。それではこの辺で、本日の動画、終了させていただきたいと思います。まあ、またジルさん来ていただけたら、ありがたいなとは思っています。まあグレイの皆さんとか皆さん見かけたら、ここの住宅の他の部屋入るのなしです。それやられたらもういろんなこの辺の近所の人間とか入り込んだりしてるから、だいぶややこしいんですよ。普通に僕と会っていただけるととは思うんですけども、グレイの皆さん、一応まあ事務所は分かりましたけども、電話番号は公表していないということで。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。まあ今後とも、仲良くしていただけたらと思います。今後ともよろしくお願いいたします。以上です。